アレクセイ・バーシリエヴィチ・ゴルデエ F は、ロシアの政治家。現在、同国副首相。中央連邦管区大統領全県代表、農業大臣、ボロネジ州知事を歴任した。1955年2月28日ドイツ、民主共和国のフライクフルト・アンデア・オデルに生まれる。その後、オホーツク海沿岸の都市、マガダンで育つ。1978年、 モスクワ交通大学通信技師課程を卒業する。大学卒業後、2年間兵役に就く。1980年マイナス4、上級職場長として勤務する。1981年から1986年まで、主任専門官、部長、ロシア共和国、税、総局次長を歴任する。1986年ロシア共和国国家農耕委員会生産。 放送流通次長に任命される。同年農業コンビナート、モスクワ副総支配人に就任する。1992年ソ連閣僚会議、付属国民経済アカデミーを修了、専門マネジャー資格を取得する。アカデミー終了後は、モスクワ州、リベレツ地区行政府副代表。1997年ロシア、連邦政府農業省に入り、審査委員会メンバー。 経済部長。1998年5月、ロシア農業食糧省、第1次官。1999年初頭、ロシア農業党副議長に選出される。1999年8月19日、ウラジーミル・プーチン首相の下で、農業食糧省に就任する。ボリス・エリツィの大統領辞任に伴い、2000年1月1日から5月7日、までは、農省代行。 2000年5月19日農賞と副首相を兼務。2004年3月から農業、漁業省となり、第2次、ウラジーミル・プーチン内閣でも留任した。2009年2月26日、ウラジーミル・クラコフのボロネジ州知事任期満了に、伴いボロネジ州知事就任。2017年12月25日に知事を退任し、 中央連邦管区大統領全県代表に就任。2018年5月18日に副首相に就任し全県代表は退任。経済学博士候補。これまでに3個のメダルを受賞。ありがとうございます。